こんにちは。冒頭、私の方からは特にございません。どうぞ何かありましたら。それではご質問ございましたら二階堂さん、どうぞ。朝日新聞の二階堂です。中国の航空機が防空識別圏を飛行したという事案が起きました。外務省としてですね、政府外務省として抗議など対応をしたのでしょうか。また今日こういう飛行があったという事案はどういう背景があるというふうにお考えでしょうか。防衛省からの連絡を受けまして、外交ルートを通じて中国側に対して関心表明、それから注意喚起、これを行ったところでございます。我々としては尖閣諸島をめぐる状況、これをもういたずらに複雑化すべきではないと、そういう思いでございますので、先ほど申し上げました我が国としての関心を表明するとともに、領空を侵犯することのないよう中国側に対して注意喚起を行ったということです。はい、どうぞ。二階堂さん。関連なんですけども、外交ルートというのは具体的にどこからどこへの表明でしょうか。これはですね、今日の日本時間で1時55分ごろ、外務省の中国モンゴル第一課長代理から在京の中国大使館の参事館に、それから14時ごろですね、在中国の大使館の参事館から中国外交部アジア、なんですかこれ、アジア市、参事官兼日本所長に対して、申し入れを行ったということです。他によろしいでしょうか。他にご質問ございましたらどうぞ。はい、吉永さん。毎日新聞の吉永と申します。今日ですか、在日米軍の司令官がオスプレイの本土の訓練について発表したというふうな話が出てるんですけれども、事実関係の確認と、それについての受け止めをどういうふうに外務省としてしているかというのをお聞かせ願いますか。ですね、今日在日米軍より3月の6日から8日の間に3機のオスプレイが普天間飛行場から岩国飛行場に飛来して低空飛行訓練等を実施する予定である旨の通報があって、現段階では現在事務的に詳細を確認をしているということであります。よろしいですか。それで吉永さん、どうぞ。事務的に詳細確認している、これ通報があったとことは確認 してるわけですよね。その事実関係、通報はありました。これはどこに対してですか。在日米軍から、どこに対して、外務省ですか、防衛省、防衛省で、沖縄の方では、沖縄というか、本土でもそのオスプレイの飛行っていうことには結構該当すると思われる件とかから結構関心が憂慮というか寄せられていると思うんですけども、このことについてどういうふうに受け止めているかってことをお聞かせ願いますか。ですね、私も情報として、今申し上げたところまでしか情報として接しておりませんので、ちょっと各県のそれぞれの関係ある県の反応等については今ここで私自身十分な情報を持ってませんので申し訳ありませんけれども、その点についてはお答え、ちょっと今の段階では控えさせていただきたいと思います。その他よろしいでしょうか。はい、どうぞ。ありますか。マイクありますか。松本さん、すみません。一時の松本です。この通報というのは今日あったという理解でよろしいんでしょうか。今日ですね、今日ですね、はい、今日でいいんでしょう。他によろしいでしょうか。吉永さん、どうぞ。すいません、飛行ルートの詳細っていうのは、この訓練ルートの詳細っていうのはどの辺を飛ぶとかっていうふうなことは今のところどういうふうに聞いているでしょうか。その情報機はちょっと接してません。その他よろしいでしょうか。
はい、よろしければ終わらせていただきます。ありがとうございました。